どうも、朝早くなってしまいました。深夜のコソコソ話だったんですけども、今回の舞姫大学はちょっとね、年金の話と老後2000万円問題って話が出てきましたんで、ここからね、深掘りしていこうかと思うんですよ。多くの方が65歳ぐらいでいわゆるお勤めを辞めて、まあ、あと老後の暮らしをね、作っていこうとしていると思うんですけども、いかがでしょうか。75歳まで働くって結構きついですよ。さすがに人生100年時代って言われても100年になったわけじゃないですからね。100歳の人がまあ目立ち始めたよってことで、私たちは元気に働いてられるのはやっぱりね、せいぜい65歳ぐらいまでで、しかも65歳って結構職場で煙たがられてね、役にも立たないのに金だけ持って帰って何あの人みたいに思われてるっていうのが現状なんですよ。なぜなら20代や30代の人ってのはまた別の視点を持ってますからね。若い奴らだけでワイワイやりたいし、40代50代とか自分の父親世代なんてなかなか素直に話聞いたりとか付き合っていこうって思わないのが常なんですよ。いや、私たちが若い時もそうだったと思うんですよ。若い者同士でつるみたいですよね。で、その中で恋の話をしたりね、将来の話をしたりとか、古い体制の文句を言ったりとかするもんなんですよ。ですんで、60代70代で会社勤めの方、思ったよりも社内の風当たりは強いと思った方がいいです。気づかないだけなんですよ。それは気づいてないのが鈍感なのか高慢なのかどちらかなんですよね。どれが現実なんですよ。ただ私もね、そういった、年齢を重ねても頑張って働いてらっしゃる方のことを思えば、こういうことってのは片方では思っていても、でもそういうベテランがいることによってね、ものすごく会社が立て直されているところもありますし、苦しい時もどんな時でもくぐり抜けてきたからこそ65歳でもまだ勤めてるって現実がありますからね。それはそれで高く評価するべきだと思います。ただ若者には理解されないっていうことは、これは動かしがたいんですよね、はい、でですね、65歳で運よく定年退職したとして、人生どこまで行くのか、85歳まで生きるとしたら20年間ってものが待ってます。この20年間は基本的には給料をもらわずに、ただ預金を切り崩すだけ、年金を切り崩すだけになってきます。さあ一体ですね、この老後の20年間85歳までどんなことにお金がかかるのか、さて置いてきて、年間で200万円で暮らすというね、まあ決して豊かとは言えない、言ってみれば極貧生活、年間200万円消費世帯ということで考えていくとどうでしょうか。65歳から85歳までの20年間、なんと4000万円必要なんですよ。65歳までに4000万円まるっと貯める自信があれば、まだ話は見えてくるんですけども、いかがでしょうか。65歳を過ぎても現実的には家賃を払ったり、食費がかかったり、怪我をしたり、移動が歩きだときついんでタクシーを使うかもしれませんね。私の街ではね、タクシー捕まらないんですよ。もう営業も夜になったらタクシー会社各社辞めちゃうんですよ。ということなんで、本当にね、地方に暮らしていれば不自由極まりないんで、それなりの防衛対策を若いうちにやっておく必要があります。その一つが家族。家族ってのもリスクが高いといえば高いんですけども、自分が65になった時にね、子供や孫が自分の暮らしを支えてくれれば、年金なんてなくったってなんとかやっていきますよね。貯金なんてなくったってやっていきます。むしろそういった年金や預金をお年玉やお小遣いとして子供たちやお孫さんたちにね、配ることによって、それ以上の恩恵を家族から受けるってこともできるんですよ。ね、居候することもできると思いますしね。で、いっぱい勉強してきて頑張った人ってのは、隠居という形で尊重されながら自分の住まいを離れとかに持つことも可能かもしれません。そして人間関係も家族というものを中心に広がっていくと思いますしね。で、今回何が言いたいかっていうとね、結局4000万円作れますかってことなんですよ。4000万円が作れなければ65を過ぎてもなんとかね、働くしかない、日々のお金を稼ぐしかないってことになって、それこそ70になっても75歳になってもなんかね、通勤しなければなりませんよ。自分の人生始まる前に終わっちゃうみたいなことになります。あと一山を越えれば楽になる、あと一山を越えればと思ってるうちに、いつの間にかそういうことになっちゃうっていうのもあるんですよね。だからね、本当に真剣に40代とか50代がラストチャンスだと思って、やっぱ1億円を目指して作っていかないといけないと思いますよね。だって1億円って出されたお金のように思いますけども、だって老後20年間で4000万円かかるわけですよ。しかもこれ年間200万円ですからね、消費金額が200万円じゃちょっとやっていけないでしょ。
やっぱり350万ぐらいいると思うんですよ。そうなると簡単にこれ7、8000万になるわけでしょ、65歳以降で使うお金ってのが。別にね、遺産を残すほど豊かになれって言ってるわけじゃなくて、差し当たって生きていくための必要なお金での話をしてますからね、私は。もちろん切り詰めてやっていくんだっていう人にはこの話響かないと思いますけども、でもさすがにね、老後いろいろと問題が大きくなった時に自分で解決できないってことは、人を使うしかない、つまりお金を使うしかないってことになるんですよ。私ね、今庭に松の木が3本あるんですけども、全て切り落としたんですよ。というのが10年後とか20年後に多分私は自分で切り落とす力がないと思いますし、危ないんだよね、なんせね。チェーンソーもやっぱり振り回されてね、怪我をしちゃいけないですね。で、私が老後に庭に松があることによって、多分家族の邪魔になると思うんですよ。手入れもかかりますしね、葉っぱ散りますしね、雑草入るしね。ということで、今のうちに楽しむべきだった庭をどんどん処分していかないと子供や孫に迷惑がかかるかなと思ってね、庭をどんどん、寂しい私好みじゃないものにしてますけども、その代わり手間がどんどんかからなくなると思います。もう畑もやめましたしね、いろんな植木もやめちゃったんで手間がかかるから、そういった感じで今から長い時間をかけて60代70代のことを準備しておかないともう間に合わなくなります。私ももう50になりますからね、60歳以降のことを準備しようと思ってもあと10年ぐらいしかないわけですから、その10年の間に今の暮らしを送りながらあれこれできないなと思うわけですよ。まあ、ですんで本当にね、40代ぐらいで老後の資金とかね、5000万円ぐらいを、はい、これは60過ぎたら使おうかねって感じで別口座でポンと預金して、あと一切触れないみたいなね、そんなことができればいいんですけどね。でも40代50代以上に、お金を残すような働き方ができる時期ってないと思いますよ。私はまだ50代とか60代過ごしてませんけども、じゃあ50から始めて60から始めて大きな資産ができましたってちょっとね、聞いたことないんですよね。だからやっぱり50代60代で何かことを気づける人っていうのは、当然40代30代でもまあ人形ならぬ人物であったってことが想像できるんですよね。だから本当に思いますけども、40代まあギリギリ50代の前半で何かによって資金を作っておかなければ、いや本当にきついなと思いますんで、まあ広く見て50代ですね、60代になるまでに FX 一つでもいいんでマスターしてね、で資金の問題は限りなく解決しておいていただければいいんじゃないかなと思いますけども、皆さんのお考えもお聞かせください。それじゃあ今回は以上です。